全日空は貨物便の空いている座席を開放し、夏休みシーズン限定で羽田と沖縄を格安で結ぶ深夜便を就航させました。これから沖縄那覇を経由して主にアジアへと向かう貨物が続々と積まれています。全日空は深夜に運航している羽田発那覇行きの貨物便について8月末までの期間限定で座席の一部を乗客に開放して運航します。機内には500席以上の座席がありますが、貨物を積んでいる分乗客を200人程度に抑えて重量のバランスを取るということです。新聞に出てからすぐ買いました。安いだったらどこまでも。羽田を午前0時に出発し午前2時半に那覇に到着しますが、運賃は日中のフライトの半額以下に設定されていて、すでに予約率は8割を超えているということです。